あ、いた。お、ウソップとチョッパーだ。あ、ルフィ。迎えに来たのか。わかったよ、すぐに戻るぜ。街の雰囲気、ずいぶん変わったわね。街の雰囲気、最初に来た時と。そうだな。おう、ルフィじゃねえか。宮殿に戻るんだろ。さっさと行くぞ。迎えに来てくれたの？ありがとう。行きましょう。もう時間か、ルフィ。マドモアゼルとの別れは寂しいが、行くしかねえな。ありゃ、どこだここ。ねえ、戻った方がいいんじゃない？
この町、直すの大変そうね。まあな、けど大丈夫だ。そうなの？どうして？だってみんなで直してるじゃねえか。うん、それもそうね。見に行く？ああ、そうだな。ルフィ、迎えに来てくれたのね。私は大丈夫よ。宮殿に戻って。あら、減った。そろそろ宮殿に戻るか。ロビンが来れないのが残念だな。そうだな、チョッパ。ロビンちゃんには今度俺がとっておきのアラバスタ料理を振る舞うぜ。俺もサンジのアラバスタ料理食いて。ああ、全員ちゃんと食わせてやるよ。ルフィ、私は大丈夫よ。宮殿に戻って。していたら全部ルフィたちに食べられちゃうわよ。そうだぞ、食べられちゃうぞ。アホ、お前の話をしてんだよ。ええ、大丈夫、ありがとう。何か考え事みたいね。やっと取り戻した私たちの国アラバスタ。及ばずながら
その復興を助け、人々を導いて国の力になりたい。それは本当の気持ちなの。あ、いいじゃねえか。そうね、正しいと思うけど。だけど私はルフィさんたちとも離れたくはない。みんなと一緒にこのまま。それも偽りのない私の気持ちなの。ルフィちゃん。ねえみんな、私どうしたらいい？私たちはいつでもあなたの出す答えを尊重するわ。ナミさん、このまま別れることになってもいいの？大切な人なのでしょ？ええ、大切な仲間よ。だからビビの気持ちに寄り添いたいの。今は一緒にいられればそれでいいわ。思い出の中だとしても少しでも長く。明日菜の花の港で12時まで待つとビビに伝えてきたわ。ビビ、今度は一緒に来てくれるのかな？本当か？一緒に来るのか、ビビ？そうね、来てほしいけど、ここは記憶の世界よ。残念だけど、答えは変わらないと思うわ。あの時と同じ答えだとしても、ビビちゃんが悩んで出す答えだ。しっかり受け止めねえとな。行くか、ルフィ。よし、行こう。今回、メリー号は菜の花にあるはずよ。よし、菜の花に向かおう。しまった。どうした、ルフィ。弁当忘れた。後で作ってやる。まずは菜の花に急ぐぞ。ルフィさん、みんな本当にありがとう。自分が海賊になるなんて考えたこともなかった。そんな人生の選択なんて、この機を逃したらもう一生ありえない。王女であることをつまらないと思ったことはないし、反乱が終わっても国はまだ大変な時期。私が行くならあなたも行くわよね。ねえカル、あなたはどうしたい？そんなに似ちまうのか。そのマネマネの実ってので変身されちまうと。とにかくしっかり締めとけ。今回の相手は謎が多すぎる。なるほど。あんな奴が敵の中にいるとなると迂闊に単独行動を取れねえからな。よし、とにかくこれから何が起こっても。左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。熱し合え。あとアラバスター、ついてかよ。
仲間のためには全てを投げ出してしまうのね。私にはわからないわ。仲間ってそんなに大切に思えるものなの？それにしても今回のアラバスタの旅もめちゃくちゃ大変だったな。ナナ、クロコダイルもちゃんと倒したし、これであの大きなキューブは吸収できるようになったんだよな。ええ、でもそれはあなたたちとビビの別れを見届けてからになるわ。でもビビはビビに違いないからな。今回も10億ベリーはもらい損ねちゃったけどね。まだもらう気でいたのかよ。よし、みんなメリーに乗り込め。違う場所だろ。結局こうなっちまうのか。行くぞルフィ、12時を回った。みんなー、あ、見ろ、来たぞビビだ。お別れを言いに来たの。私一緒にはいけません。今まで本当に冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だから行けません。そっか、私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。
じゃあそこに輪になって並んで。何なんだよリム。黙って手をつないで。つないだぞ。本当は私が触れるか、私に触れているだけで戻せるんだけど、こんな風につながっていれば一度で済むわ。なるほど。どういうことかしら。記憶とは違う展開を見せる世界に苦戦する麦わらの一味。それでも仲間との絆を力に変え、クロコダイルを打ち倒した。そして島に戻った彼らの前に新たなる巨像が立ちふさがる。辞書、砂塵の遺構と風の巨像。もう死んでもいい。うるせえ。リム、顔色が悪いみたいだ。別に心配いらないわ。もう戻ってきたのか。まだ半日も経ってないじゃねえか。その様子だとうまくいったみたいだな。半日だと。メモリアと現実の世界では時間の長さが違うの。さて、俺からも朗報がある。でかいキューブを持っているはずの巨像の居場所を見つけたぜ。準備ができたら出発しよう。声をかけてくれ。なんだこれ、変な顔してるぞ。何かの装置。危ねえ装置じゃねえだろうな。
チョッパー、触るなよ。お、わかった。この島に昔からある何かの合成機だそうだが、動かすことはできないらしい。動かせないって壊れてるのか。さあ、俺にはさっぱりだ。直接。そうか。じゃあリムちゃんに聞いてみるか。リムさんはどちらに行かれたのですかね。私ならここにいるわ。かわいい。これは昔っく合成機、キューブの情報を合成する機械よ。名前はムクチー。それでそのムクチーは何を合成すんだ。説明するわ。すげえ技術だが、どういう原理なんだ。さあ、ムクチーは昔からあるけど私にはわからないわ。合成の理屈はこいつを作ったやつにしかわかんねえってことか。それに今は動かすことさえできないわ。アディオのやつもそう言ってたな。この機械は壊れてんのか。使える人がいないの。ムクチーは訓練されて息の合った二人にしか使えないから。腕が4本あれば一人で使えたかもね。一人なら息を合わす必要もないし。あら、4本あればいいのかしら。任せてちょうだい。レディーにはこの特別な一皿だ。さてと、行くか。アディオは橋の前にいるみたいね。みんな準備はいい？また巨像と戦わなきゃいけねえのかと思うと気が重いぜ。
待て、アリオ。ん？どうした？巨像の居場所、あんたどうやって見つけたんだ？簡単なことだ。場所の目星はついていたんだが、今までは入る鍵がなかったのさ。都合よく鍵が見つかったってのか？どうも話ができすぎてねえか。そうでもねえぜ。イカズチの巨像が落とした赤い玉があった。あれこそが鍵だったのさ。納得できたなら行こうか。次の巨像がいる砂人の遺構へ。あれが砂人の遺構か。なんだ、思ったより近いじゃねえか。だろ。だから目星も簡単についたのさ。こいつだ、見てろよ。この砂ぼこり。嫌な予感がするわね。なんだここ。
着いたぜ。砂塵の遺構だ。ここの結界は見りゃわかるよな。またかよ。流砂はアラバスタで見飽きたぜ。サンディ砂漠の流砂より規模は小さいけど、それより流れは速いみたいね。脅威の度合いとしては五分かしら。そうだ、いい考えがある。なんだルフィ、なんか思いついたのか。まずはリムのところに戻ろう。リムなら小屋に戻ればいるはずだ。おい、リムに会ってどうすんだよ。俺たちにも教えろよ。シッシッシー、秘密だ。ロビン、ルフィはリムのところに行って何するつもりなんだ。さあ、何かしらね。あ、ずるいぞロビン。その感じもう分かってるだろう。突撃。なんなんだ、この場所は。どんな時でも休憩は大事だぞ。任せてちょうだい。少しは強くなれたかしら。お、腕が鳴るな。
さあ食え。お、腕が鳴るな。さあ食え。任せとけ。切られる覚悟があるならな。三刀流百八ポンド砲。俺の蹴りを食らいたいのはドイツだ。コンカス。
かね。あなたたち、覚悟はいいかしら？支援フルール、デルフィニウム。あれ？なんだか減った気がするわ。面白い。来てみろ。行くぜ。相手にとって不足なし。塩ビマヨネーズ鬼切り。やるぞ。ケオッセカンド。俺たちの邪魔すんじゃねえ。俺に任せろ。パーティーテーブルキックコース。いい勝負だった。もうこれ以上言葉はいらねえはずだぜ。悪くないわね。仲間のために強くなるのも。ここが正念場だ。二刀流、いよい羅生門。お前たちの相手は俺だ。ブルジャンブプルミエールアッシュ。勝負だ。キヨッセカンド。オチエンタフルール、クロトワマード、ショック。エリさん、反撃開始だ。
喧嘩だ。私が必要ってことね。この喧嘩、俺たちの勝ちだ。この力があれば大事なもんだって守れる。おっとっと。